うん、詐欺率だっけ、詐欺利量、これをカットいて、ここで網打つ、そこはみたいな、ね、あ悪い、これこれね、これやるかじゃん、あれトモ、あれトモ、うん、やる、でね、全然撮ってなかったっす止めてたっす、逆にはい意味がなかったっす、今の解説は。え、今の撮れてなかった、全然、あ回してなかった九頭竜川の五松橋下流ですね、昨年リミプロ SC で、撮影したとこですね、そこへ行きました、もう9月の末ですね。まあ今日はですね、あくまでもプライベートですからね、まあ、こんな感じで、のんびり2人で撮影の練習がてらって感じで、釣りをやってます。あの辺やったら入れかかりになると思うよもし入ってなければ本当にさ、この前大ガキが全部溜まってました。あ、そう、逆に転がしが入ってるところの方がもう慣れちゃってると、友釣りの人がびっちり入った場所より転がしの人が入った後の方が、そうですね、釣れるような要素もあるかもしれない。それは思いますね、うん、やっぱこれは来年発売の、プロセレクト SC90 はい、硬さがエッジの2750、はい、ちなみに今はピントグライン、そうですね、メタルラインを使ってます。番号、これは01ですね。重り2号をかまして、ちょっと鳥の動きをセーブするような感じで使ってます。そうなんです、重りでこう立ててする仕上げるような感じ、ちょっと上方テンション気味で、おとりをちょっと、おとりを釣り上げるには重りを釣り上げて、おとりを逃げにくくするみたいな感じで釣ってますね、今は。そうなんです。
ほら、もうちょっと前出ていいですか。あとなんか普通に寝かして引っ張った方が使えるかもしれない。綺麗なんですね。綺麗なんですね。うん、メスでもまだ若いですよね。はい、早いやのくんが。私もじゃあやってみますか。はい、久慈竜川に来ました。もうだいぶ午後3時、まあ、あの君野君と合流して今日は小手調べ的にちょっと夕方これからプロセレクトのね、2022年モデル、SC H90 これを使ってやってみます。分かってるし、
前あたりがすごい。あれかな、外れちゃってるかな。弾かれてるな。風が強い。よいしょ。もうブル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 追われてますわ。針がもうちょっとでかい方がいいかな。すごい、すごい当たり。あー、風が強い。抜けない、危ない。うわ、目印が一気にガーンときた。私もね、重りにつけてますね。背張りもつけてますけどね、重りプラス背張りですね。今年は、ね、後半、背張りだけでもね、結構おとりはそこを取ってる感覚はあるんですけどね、重りをつけた方がなんかかかりがいいっていうのをね、今シーズンの後半あたりからね、感じて、重りをね、いつもよりちょっと多く使ってますね。
まあ、結構重りプラスへばりはね、もう20代の頃よくやった釣り方ですね。重りの場合はまあ重りだけの方が引きやすかったりねしますけどね、背張りがあるとかえってやりづらいっていう部分もありますけど、重りプラス背張りがいいっていう状況もあるんですよね。うわ来た。今度はですね、背落ち移動したんですけどね、ここはね、本当にビリがね、2つ釣れたんで、やっぱ上の波毛の方がいいなって感じでね、再び上流へ戻ります。今日使う竿は、プロセレクトの SC90H2.75 です。で、仕掛けは、はい、中ハリスが、1号のワンピースで、だいたい50センチぐらい取ってます。それで、水中糸は、メタルの01、これを7メーター取ってやっています。水中糸の7メートル。7メートル。7メートル。長いですね。結構、まあ長く取ると、長い間使えるんで、はい、まあ長めに取ってます。あと、くず流がやっぱりベタ竿にすることが多いんで、はい、7メートルはあった方が、やっぱりいいかなと思って、7メートルと使ってます。はい。はい、じゃあ、入れ掛かりしてください。はい。頑張ります。撮影をねしながらですけどね、まあ、キミノ君とはね、まあ、何度か一緒にねもう
回数やってますけどね、まあまじまじとこう釣りをねゆっくり見るっていうことはね、まあ、あまりないですからね、まあいい機会でねちょっと本当に手元でね、釣り方を見てね、やっぱり名手の釣りっていうのはね、参考になりますからね、いい機会でしたね。君野君はですね、今シーズンはクズ竜はね相当回数を来てるということでね、まあ多い時は本当に1週間ぐらい入り浸ってたみたいですね。ですからね、まあある程度、まあ今年の傾向というかもうパターンを掴んでるでしょうからね、まあ、釣り方もね参考になると思います。自分もですね、まあ、今回今シーズン初めてのクズ竜ですけどね、結構ね同じ普段やってる日本海の天然素性の魚がいる川ですね。ですので、まあ割と相性のいい川ですね。まあジャパンカップをはじめとして、まあ、全国規模の大会で、まあ、優勝こそしてませんけどね、2位が2回3位が1回結構ね個人的には相性のいい川ですかね。それほどでかくない。それほどでかくない。目印が上の方に2つついて、下の方に4個ついてるのね。そうですね。竿を寝かした時に目印、下の目印は水族化して、上の高い方の目印で、まあ、見えるようにっていうので縦気味にした時は下の4個で見て、そうですね、ベタでやる時は上で見て、そうです、目印はもう完全に計6個ついてるぞ。そうです。今年からもうクズ竜は目印6個で、2つと下4つで分けるようになったんですね。さすが金持ちは違いますね。そうですね。小沢剛君は目印10個ぐらいつけて俺ぐらい金持ってると10個ぐらいつけるんだとか言ってましたけどね。
重りで普通にまあベタで引いてる時とちょっと差を立てて止めてるって感じがなんか混ざって釣ってるって感じだけど、そうですね、それはなんかここぞっていうところで立てて止めてますとかそういうこと？まあこの、うん、そういうわけでもなく止めるっていうんじゃなくて、うん、重りを軸に下で鮎を泳がせるみたいなので、うん、まあ要は泳いだ時に見てにくいっていうので、重りの下で、まあ、おとりが泳いでるっていうか、そうですね、うんうん、結構重りつけるとなんか鮎がこう要するになんていうのかな、岩ずれというかそれの抵抗で神へ走るというか、そうですそうです、うんうん、それを利用してなんでこの状態止めてるけど泳がしてるってことだよね。そうですね、うん、重りを泳がすってやつね、うん、そうです、うんうん、まあ、無理やり引っ張ってるんじゃなくて、この鮎が泳ぎたいぐらいの、うん、テンションで、自由に泳げるようなテンションである程度、そんな感じでちょっと。中川なんかだとそういう釣りよくやる人多いけどね。ああ、福沢さんなんかもこの釣りですね。あ、でもこの川はどうなんだろう、ずりまんして釣れる時も結構多いと思うけど、やっぱその時の条件によってかね。そうですね、うん、この前なんかはちょっと情報テンション系の釣りが爆発したんですよね。あ、情報テンション、うん、あ、やっぱり裏もちゃんと攻めないとね。そうですね、うん、まあ、さっき前ずっと人が立ってたところ、うん、前普通の人が立ちどころこういう筋ができる、筋ができるね、うん、その立ちどころを釣れっていう言葉があるんだ。立ちどころを釣れ、人が立ってるところを釣れと。そうそうそう、あ、うん、やっぱり魚が残る。あ、まあ、転がしが入ってて、転がしがだいたいそんなに立ち込まずにこの辺ボンと打ってこうやってくるじゃないですか。あ、だからいくら自分なんか行く三面川なんかだと結構転がし多いけど、逆にもうなんていうんですかね、転がしの人が立ってるところもっとヘチ、そう、魚がだからみんな流針に向かって、まあ、崩れるほど川が大きくないから、あ、流針に向かってボチャンと打って手脇から端にこう引いてくるんだけど、本当のヘチが転がしが入ってるとこは入れかかりになったりするけどね。だからむしろ転がし場所の方がよく釣れたりする。でも転がしと愛と活性が上がるってのは活性が上がる？あ、そう。ほう。午前中釣ったんじゃないの？釣ってますね、なんぼ、ね、うん、10匹ちょっとは釣ってますね、うん、うん、ぶっ釣ってますね、今わかんない今本気でちゃんと釣れば50ぐらい釣れそうだ。